はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はイラプション弱体化や新キラー情報など開発チームアップデートの2月版が公式から発表されましたので、そちらについてお話ししていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、これは次回の新チャプターのティーザー動画になるんですけれども、何やら怪しいものを作ってたり、工具が散乱してたり、設計図があったりね、チャプタータイトルがツールズオブトーメントで、意味は多分苦痛の道具とか、多分そんな感じなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、次の新キラーは、まあ、道具などを駆使して生存者を追い詰めるタイプのキラーなんじゃないかと予想されます。まあ、道具とかその道具を作って用いて作った何かを利用してみたいなね。まあこの骸骨みたいなものに仕掛けられているこの爆弾なのかな、はい、こういうシーンを見る限り、なんか設置系なのかなとかね、いろいろ予想ができますけども、まあトラッパーのトラバサミとかハグの魔法陣とも違う全く新しいタイプの罠キラーなのかなと。まあ海外の掲示板ではターミネーターだったら嬉しいなとか盛り上がってますけれども、これ自分的にはコラボじゃなくてオリジナルなんじゃないかなと思いますけれども、まあ、まだまだ謎に包まれてますが、詳細は2月の16日にね、はい、また出るということで、どんな能力なのかなとか、どんなパークになるのかなとかね、ぜひぜひ皆さんの予想をね、コメントに書いてみてください。かっこいい感じのキラーが来そうですね。はい、まあ、これが新キラーの情報で、続いてはレッドフォレストにグラフィックアップデートが入ります。開発は過去数年にわたり多数のマップのグラフィックをアップデートしてきましたが、次回のアップデートではハントレスやプレイグのマップでおなじみのレッドフォレストにグラフィックアップデートが入るそうです。こちら公式が載せてた画像になります。はい、これがレッドフォレストマザーズデュエリングですね。ハントレスのマップ、これはね、あの中央のあの固有の部屋の画像だと思います。はい、で、こちらがレッドフォレスト城塞の神殿ですね。プレイグのマップ、神殿の内部だったり、これは外周の地形が変わってるね。これ外周のとこだね、はい、でこれはゲートですね、はい、かっこいい石と木でできてる、はい、まあ、やっぱりねグラフィックアップデートが入るとね、一層マップがね作り込みが良くなってかっこよくなりますよね、はい、まあ、画像ではね見えてない部分とかもね、あると思うんですけれども、まあ、公式からの情報はこれぐらいということで、まあ、アップデートが入ったら実際に探索してそれら動画にねしてみたいなとも思います。はい、これがレッドフォレストのグラフィックアップデートで、続いてが次回アップデートで同マップ連続遭遇防止機能と呼ばれるものが実装されます。こちらは誰かがマップのオファリングを使用しない限り連続で同じマップに送られないようになるという機能です。これはマッチ内の特定の誰かではなく5人全員に対して機能するため、もし5人全員が前回違うマップだったとしてもまた別のマップが選ばれます。まあ、マップっていっぱいあるからね、はい、さらに次以降も同じマップに行く確率は少なくなり、少しずつ元の確率に戻っていくということで、まあこれによりね、いろんなマップで遊べるようになるため、今よりねマップの偏りがなくなってとてもいい機能だと思います。まあ、前回ね、この機能の情報が出た時、マップに対して俺プレイヤーが選ばれるかと思ったんで、マッチングが遅くなるんじゃないかなって危惧してたんだけど、まあ、どうやらね、マッチした5人の中から被ってないマップを探すというシステムらしいので、マッチング速度にも影響が出なくて、マップの偏りもなくなって、個人的にはとてもいいと思いました。ね、いかにね、好きなマップとはいえね、同じマップがね、3回も4回も、まあ、なかなかないけど、3回も4回も来たらね、もううんざりするからね。毎回違うマップだと、まあ、新鮮味もあって面白いかなと、はい、思います。いいと思います。で、続いては生存者ボットのロードアウト設定と、改善についてです。先日のアップデートでカスタムマッチに生存者ボット機能を追加しましたが、次回のアップデートでそれがさらにパワーアップ、
生存者ボットのロードアウトを設定できるようになります。要はボットを好きなキャラクターに変えたり、まあ、ドワイト好きだからドワイトとかね、メグとかね、好きなキャラクターに変えたり、アイテム、オファリングを変更したり、全てじゃないんだけどほとんどのパークが使えるようになるので、今までより好きなパークをつけて戦わせることができるみたいなね、戦うことができるってことね。はい、本当にカスタムの自由度がさらに上がるということで、他にも生存者ボットの AI が改善され、今までよりも賢くなります。まあ、例えばだけど、まあ、一部のエリアの通り道計算を改善し、地形に引っかかってスタックしたり、ぐるぐるすべきではないところで、ぐるぐるしようとしたりする点を改善。仲間の生存者を救助しようとするとき、より強気に行動するように変更とか、ね、小さな獲物とかカウンターフォースとか探知パークをね装備させると積極的にトーテムを探すようになるとか、ぐるぐるできる場所で遠距離攻撃を持つ殺人鬼に狙われているとき、障害物の影に隠れようとするように変更とか、ね、下手したら俺よりうまく動くかもしれないな。まあそんな感じで運営曰くね、まあ、ボットが本物の人間と同じくらい強くなることを意図はしてないんだけども、より本物に近い動きに、まあ、少し近づけると思うので、まあ、練習相手にしたりね、頭数揃えとしてね活用してくださいとのことはそうですけれども、まあ今でもね結構ボットね発電機回すの早かったり強かったりするんだけど、まあ今後はより一層賢くなってより強くなるので、まあ、いい練習相手になるんじゃないかな。で次に、次回アップデートでパークのバランス調整が入ります。通常パークのバランス調整はチャプターとチャプターの間にあるチャプター間アップデートのタイミングで行われるんですけれども、次のアップデートで先に2つだけ調整を入れるそうです。1つ目がイラプションです。イラプションは去年行われた大規模調整で強化されたパークの1つですが、まあ、それ以降非常にね猛威をね振るってますけれども、まあ、効果が発動すると発電機の修理進行度が後退するだけでなく、生存者の行動を一定時間制限させるっていう強さを持っていました。そこで以下の変更が加わります。はい、1つ目が発動した時に後退する発電機の修理進行度を全体の 10% から現在の進行度の 10% に変更します。そして2つ目が発動時にその発電機を集中だった生存者が叫び声を上げ20秒間行動不能ってなる効果を叫び声を上げ殺人鬼にオーラが10秒間表示されるっていう効果に変更します。まあ、こんな感じでだいぶね控えめな効果になりますね。まあ、運営曰く、まあ、他の発電機関連パークとより近い形で活用されることを願っての調整だそうですけれども、まあ、非常にユニークな効果だとは思いますが、まあ、今みたいな強力な遅延効果はないのでどうなるかなといったところですね。はい、調整されるパーク2つ目が強行手段です。強行手段は倒れているパレットを起こしてまた使えるようにするっていうパークですけれども、運営は、まあ、強行手段を実装するときにこれ非常に強力なパークになるんじゃないかなと思ってちょっとね長めにクールダウンを設けて実装しましたけども、今現在の様子を見る限り、まあ、そんな長いクールダウンは必要ないなと判断したため調整後はクールダウンが削除されます。完全にこれでいつでも倒れているパレットを見かけたら気軽に起こすことができるし、まあ、クールダウンがないから、まあ、何枚も倒れてたらもう何枚もバン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 って起こすことができるようになると。はい、そんな感じで以上、この2つのパークが次回の新チャプター実装時に調整されます。まあ、これ以外にも現在パークの調整を進めているそうで、それらの実装自体はチャプター間アップデートで行うそうです。はい、続いては新作コーディネートのリリース計画についてです。以前より運営が一部のユーザーから新作コーディネートが実装されるキャラクターが偏っているのではないかと指摘されていたそうで、まあ、実際に現在実装されているサバイバーキラー合わせて64体ものキャラクター全てにバランスよくスキンを作るっていうのは非常に難しく、まあ、大変だったということで、まあ、先日アップデートごとに制作できるスキンの量を拡大し、まあ、今後はクオリティを犠牲にせずに多様性に満ちた新作コーディネートをたくさんリリースできる見込みとのことだそうです。まあ、いろんなキャラクターのねスキンが出るようになるってことでね非常に嬉しいんですけれども、やっぱねミンちゃんとかね可愛いスキンは多いんだけど、まあ、新サバイバーとかになってくるとあんまりスキンがなかったりとかしてね、まあ、確かにスキンが出るキャラクターに差があるなとは思ってたんですが、
まあ、これによってね、いろんなキャラクターにどん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 スキンが出るのはいいと思います。まあ、みんなもね、推しキャラとかいますよね。やっぱ自分の推しキャラにスキンが出たら嬉しいもんね。僕はあのミンちゃん使っててね、ミンちゃんはスキンいっぱい多いから嬉しいんだけど、まあなんかジェフとかなんか珍しいって言い方よくないけどね、あんまり見ないサバイバーとかスキンね、たくさん実装された方がいいかなと思うしね。はい、まあ、そんな感じで以上が2月の開発アップデート情報でした。まあ新キラーにね、各種挑戦にね、まあとてもね楽しみですけれども、なんと来週早速 PTB が来て新キラーがお目見えするとのことなので、またあの新キラーが実装されたら解説動画等々を上げていきたいと思います。ってな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。